中日根尾選手、ロッテ藤原選手とともに大阪桐蔭高校の黄金世代を支えた山田健太選手、立教大学時代にはドラフト1位指名も噂される中、まさかの指名漏れ、大学卒業後は日本生命に進み社会人野球でプレーをしています。山田健太選手は社会人野球でどのような成績を残しているのか、ドラフト解禁となる今年ドラフト指名はあるのか考えてみました。まずは山田選手のプロフィールを紹介していきます。山田健太、愛知県出身。中学時代には日本代表の一員として世界大会優勝、大阪桐蔭高校では2年春から4期続けて甲子園出場、うち3回の優勝、立教大学では1年春から出場し、大学では通算83試合、打率2割9分1厘、9本塁打、38打点の成績を残すもドラフトは指名漏れ、日本生命では1年目から主力としてスタメン出場して活躍しています。山田選手の長所は何といっても打てるセカンドという点です。特に大学1年時の成績は凄まじく、主にファーストでの出場でしたが、11試合32打席で打率3割7分5厘、2本塁打、OPS 1.081 と高卒1年目とは思えない数字を残し、将来を期待されていました。しかし大学ではこの1年春の成績がピークとなってしまい、そこからは下降線をたどっています。またセカンドの守備力もプロでセカンドは厳しいとの声も聞かれました。プロではセカンドが厳しいとなるとファーストやサードがメインとなりますが、そうなると打力が物足りない、このようなことが原因で指名漏れとなってしまったと言われています。次に日本生命での成績を見ていきましょう。日本生命でも1年目からセカンドのレギュラーとして出場する機会が多く、社会人1年目となった昨年の成績は分かっているだけで14試合の出場で打率3割5分1厘、1本塁打、OPS 0.931 と素晴らしい成績を残していました。しかし打順は下位打線の7番を打つことが多かったです。一方で今年は打順こそ5番や6番を打つ機会が増えましたが、成績は9試合の出場で打率1割7分2厘、1本塁打、 OPS 0.601 と大きく数字を落としてしまっています。しかし課題であったセカンド守備については本人も自信をつけていることをコメントしています。雑誌のフルカウントの取材で、ある程度自信を持ちながらプレーできるようになっているというコメントを残しています。で、ここまで見てきた正直な感想なんですけれども、正直なところ選手としてはなかなかズバ抜けたものがなくて、指名の可能性はあまり高くないのかなというふうには感じてしまいます。山田選手のタイプ的にはやはり打力っていう部分が伸びてくると良かったなというふうに思うんですけれども、なかなかそれが大学時代から伸びてこなかった。特に長打力っていう部分がもう少し伸びてきてくれていれば、指名可能性はより高まってきているのかなというふうには感じるんですけれども、そこまで伸びてきていないっていうのが現状かなというふうに思います。で、あと守備も平均的、足も特別速いタイプではないというところで、なかなかプロ側の評価というのも大学時代からあまり変わってくることはないのかなというふうには思います。しかし大学時代からタイプとして似ているっていうふうによく言われているのが阪神の糸原選手なんですけれども、糸原選手も内野をユーティリティに守れるタイプで、打力もそこそこある選手っていうところで意外と重宝されている選手にはなっているかなというふうには思いますので、山田選手も糸原選手のように、内野をユーティリティに守れて打力もあるタイプの選手っていうところを考えると、意外とプロでもやっていくことできるタイプなのかもしれないなというふうにも思います。で、これは一中日ファンとしての意見なんですけども、やっぱり伸び悩んでいてポジションが被りそうな石川昂弥選手、あとは高校の同級生でもある根尾選手、この2人の発奮材料にもなりうるかなという部分で、下位指名での
セカンドオプションもあって打力もある即戦力内野手として指名してみても面白いかなというふうには個人的には思っています。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。で、これは個人的な意見にはなるんですけれども、山田選手、花のある選手ですし、やっぱり一度はプロの世界で見てみたい選手だなというふうには思っています。で、先ほども述べたように中日ファンの僕としては、まあ、枠の関係とかもあったり、他の補強ポイントとかとの兼ね合いもあったりはするので、正直なかなか可能性としては高くないかなというふうには思うんですけれども、できれば下位指名で指名できたら意外といい補強になるんじゃないかなというふうには思っています。石川選手だったり、あとは根尾選手だったり、まあ、年齢の近い選手たちと競い合う中でお互いがレベルアップをして、みんなが活躍するような環境になっていってくれたら個人的には嬉しいなというふうには思っています。皆さんはどう考えるでしょうか。このチャンネルではこれからも中日ドラゴンズに関する情報や考察の動画を上げていく予定です。少しでもいいと思ったらぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。またご意見などお気軽にコメント欄に書き込んでください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。